絵描き歌の巻。はい、良い子の皆さん、今日はせがれの絵描き歌です。ノートと鉛筆の用意をしてください。ほら、せがれ、早くしなさい。ちょっと待ってよ。ママ、僕の鉛筆どこよ。知らないわよ。ほら、急いで。見つかんないよ。続く。箱入りせがれ、絵描き歌の続きの巻。それじゃあせがれの絵描き歌、いくよ。はーい。矢印を書きまして、体を描いたら出来上がり。めちゃめちゃ簡単だね。で、描けたの？当たり前じゃん。下手くそ。箱入りせがれ、ママの絵描き歌の巻。さあみんな、今日はママの絵描き歌をやるよ。キリンさんの首を描きまして、顔を描いたら出来上がり。これ絵描き歌じゃないよ。で、せがれ描けたの？当たり前じゃん。下手くそ。箱入りせがれ、歩く世間は逆さまでした。今日はママの絵描き歌をやるよ。でも僕は頭でかくて背が届かないよ。何？逆さだから分かんないよ。何言ってんのか分かんないよ。絵描き歌じゃないよ。せがれ描けたの？当たり前じゃん。下手くそ。箱入りせがれ、何々だけの負け。ある日せがれはずっこけました。痛いよ。見ていた小ギャルが言いました。でも痛いだけじゃん。ああそうだね、でも痛いと困るよ。でも困るだけじゃん。だけど血が出てるよ。血が出てるだけじゃん。確かに小ギャルの言う通りです。頭いいね。当たり前じゃん。でも頭がいいだけだね。続く。箱入りせがれ、雨の巻。ママ、なんで雨は上から下に降るの？ママが答えて言いました。下から降ったら傘を差しても意味がないでしょ。なるほどね。せがれはほんのたっぷり納得しました。じゃあ降った雨はどこに行っちゃうの？寝てる間にお空に帰るのよ。本当？嘘だろ。そんなことはいいからそろそろ帰りましょう。とせがれはママに煙に巻かれたままお家へと帰りました。続く。透明人間の巻。ある日のことでした。毎度。誰もいません。毎度。誰もいません。誰？透明人間です。どこにいるの？ここだよ。そこ？違うよ、こっちだよ。あっちかな。違うよ。もういいよ。でも初めて会うのに毎度ってどういうこと？続く。九段の巻。ある日スイッチを踏むと人面牛が落ちてきました。俺九段よろしく。せがれは早速乗せてもらいました。バーイ、いい感じだね。せがれも九段もすっかりご機嫌です。じゃあお家に行こうか。大丈夫？声も出ないほど痛かったようです。続く。箱入りせがれ、毛の巻。紐を登ったその箱に一本毛が生えていましたので、早速訪ねてみました。何してんの？生えてきたの。暇だから鬼ごっこでもしようか。いいよ、じゃあ僕からね。ずいぶん良さげだね。じゃあ僕も。ところがそれが運のつき、顔が重くて毛根から抜けてしまいました。抜け毛。箱入りせがれ、プリチーな娘さんの巻。ある日オンモの様子が変でした。ちょっと見てくるね。木陰に見知らぬ娘さんがいます。
せがれはなんだか胸がドキドキしてきました。僕せがれとわけのわからん自己紹介をしたのはいいんですが、なんだか気恥ずかしくなったせがれはとっととお家へ逃げました。続く箱入りせがれ世間へゴーの巻。娘さんに一目惚れしたせがれが言いました。あの娘さんとラブラブになりたいな。立派に大きくなったらね。どうすればいいの？いろんな人に会ったり、いろんなものを見たりするといいわ。じゃあとにかく歩き回るしかないね。気の早いせがれは立派なせがれを目指してとっとと本へ行きました。せっかちね。ぼそっとつぶやくママでした。続く